当にね、今の若い人たちはサッカー漫画じゃないところからサッカーの何かを学ぶ、ワールドトリガーって、この漫画の一番のポイントはですね、作者がですね、ドラえもんが大好きで、ドラえもんの役割をしてくるキャラクターが入ってくる。で、彼は実は死んでるんです、ですね。サッカーで一番気持ちが大事なんです。これがむちゃくちゃサッカーっぽい、戦略的な勉強っていうのが頭とできる漫画でもある。相手を知るっていうことがどんだけ大事だっていうことが分かってくるっていうのもワールドトリガーの面白さ。では続いて、高校となります。高校は北川先生にプレゼンをしていただきたいと思います。同じく制限時間5分でスタートしていきたいと思います。それでは用意スタート。いいですか。山田先生がすごい今時の漫画を紹介してくださったので、僕はちょっと今回はね、真逆で非常にこう古典的な漫画を紹介したいと思うんですけれども、1972年って今からもう50年前の漫画なんで、もう Z 世代の方からしたらもう祖父が読んでたぐらいの多分漫画になっちゃうと思うんですけど、まあ名作なんで、ちょっと紹介したいと思います。キャプテンっていう漫画ですね。多分ご存知の方いらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、明日のジョーを書いた千葉哲也先生の弟さんの千葉明夫先生が書かれているんですね。もう千葉明夫先生お亡くなりになってしまってるんですけれども、まあ、とにかく、ね、僕はこの漫画本当に大好きで、もうなんていうのかな、こう繊細なんですよ。少年漫画家でこんなに繊細な漫画描けるんだって初めて思った漫画家なんですね。非常にこうシンプルな線なんですけれども、キャラクターの表情なんかも非常に巧みに描かれていてですね、大好きなんですけど、まあどういうお話かって言いますとね、まあちょっと今回僕も皆さん多分サッカーの漫画大体読んでるかなと思ってるんで、あえてサッカーの漫画じゃなくて、まあちょっと野球の漫画持ってきたんですけれども、まあ中学2年生の谷口孝雄君っていう主人公がいましてですね、この彼はこう青葉っていうすごい野球の名門にいたわけですよ。でそこから住谷第二中っていうところにこう転校してくるんですね。でそこで野球部に入りたいですって言ってこう野球部に入るんですけれども、まあたまたまそのロッカーでその前に着てたその青葉のこうユニフォームに着替えた時に、みんながうわすげえやつが来たって思ったわけですよね。でもなんかものすごい青葉のレギュラーが来たってみんな噂が流れちゃうんですけど、実際彼は青葉で2軍の補欠だったんですよ、うん、ですごい勘違いされるっていうところから始まるんですね。でそのどうしようと思いながらも、でもその向こうが投げてきたなんかその非常にこうデッドボールに近い球を打ってしまったらたまたまホームランになってしまったりとか、誤解が誤解を生んでですね、すげえすげえやつだって思われるわけですよ。でも谷口君自体はもう本当にそれが辛くてですね、もう野球部やめるって思うんですけれども、まあ彼のお父さんが非常にこう大工やってる江戸っ子のお父さんで、いやお前そんなことでやめるのかっていう、まあとりあえずやるだけ頑張ってみろって言ってめちゃくちゃ特訓をするわけですよ。でも毎日毎日特訓して、それでも必死に食らいついてこう球を追うようになって、まあそのボロボロになりながらもちょっとずつこう実力をつけていくわけですね。でなんていうのかな、最終的にはその前のキャプテンがいるんですけど、そのキャプテンはもう最初からお前がこのチームに入った時点のもう体型やもうやったプレーを見た段階で2軍だのは分かってたと。でも今はお前は素晴らしい実力をつけたから、なんかお前は次期のキャプテンになってくれっていうふうにその彼を次のキャプテンに選ぶんですけれども、まあそういうところから始まる。もうこれだけ聞いただけでも本当にこう胸を打つ作品というかね、僕大好きなんですけど、この漫画がこう始まった時っていうのが1972年のちょっと前っていうのはいわゆるスポコンブームっていうのがありまして、漫画の歴史ではね、巨人の星とかアタックの間とか多分分かる人いらっしゃると思うんですけど、魔球全盛だったんですよ。でも主人公はもうめちゃめちゃ強くてものすごい魔球を打つっていう、そういう人たちがいる漫画が流行って、でそのちょっと後にこれが始まったんですけど、とにかくこの谷口君っていうのは非常に気が弱くて、どちらかっていうと地味でその辺にいそうな男の子なんですよ。でこの漫画のいいところっていうのは、その努力っていうものにも才能があるんだっていう、その努力をすることっていうことにも才能があるんだっていうことを非常に書いてる漫画なんですね。で、まあ、少年ジャンプのこう編集が掲げたその友情努力勝利のまさに努力の漫画なんですよ。で、なんていうのかな、こう、まあ、本当にその50年間読み続けられていてですね、まあ単行本ももう2200万部ぐらい出てるのかな、相当売れてるんですね。で今になってもなんか、まあ、新しいリメイク版が出たりとかいろいろしている漫画なんですけれども、まあ、そのちょっと気弱で頼りがない谷口くんが主人公なんで、僕もスポーツやってた時になんか自分が困った時に、あれちょっと待って、谷口くんだったらこういう時どういうふうに考えるのかなってすごく頼りになるんです。逆に非常に自分に近いキャラクターなので、その自分が考えたり悩んだりした時にその谷口くんの考え方に頼るっていうことができる稀有な漫画っていうか、
あのいわゆる魔球とかその稲妻イレブンみたいなああいう漫画ではないんですよね。もっともっとこう身近でこう非常にこう親しみの持てる漫画なので、まあその、あのちょっと老害って言われるぐらいの年代の漫画かもしれないんですけど、ぜひこれはね、あの読んでいただきたいなっていうのが本音なので、よろしくお願いします。こんな感じでよろしいでしょうか。はい、先生ありがとうございます。高先生、改めて、はいはい、こちらの、ま、模写、あ、模写イラストなんですけど、はい、これ間近で見てどう思いますか、この選手もこの 黒のところ、筆のところとか、なんかどうやって描いてるのかってめっちゃ気になってました。このここのシワの感じとか、ああでも僕はこれはね、筆ペンで描くんですよ。めちゃくちゃ細かい。いやいやいや、まあ一応漫画家なんで、まあ、プロなんですけど、はいはい、中でも努力のプロでもあるということで、いろいろ自分と、そうですね、はい、いろいろ重ねたっていうことなんですけど、はい、こうどうですか、こう阿部選手とかはキャラクターのこう努力とかキャラクターの頑張る姿になんか自分を重ねたりとか意識することあります？そうですね、まあすごい現実的な漫画なので、うん、まあ自分にも置き換えられる漫画でもありますし、まあ、漫画だと思うんですけど、まあ、確かにそう、主人公がまあやっぱり漫画なんで名言とか、そういろんな自分に刺さる言葉があると思うんで、そういったものは結構漫画とかから自分は得てるなっていうのはあるので、ぜひぜひ注目していただきたいと思います。やっぱりこう漫画からね、もらうパワーってすごい、自分が思ってる以上になんか感じる時ってあると思うんですけど、お林選手とかキャプテンは新庄さんとか一郎もすごい好きみたいなんですよ、はい、あ、もうその世代の方たちがめちゃめちゃ好きなんで、ぜひ本当に刺さると思うので、うんうん、なんか自分がちょっとなんだろうな、こうやっぱ俺才能ないのかなって自信が揺らいだ時に、その谷口くんの言葉を聞くとすごい納得するみたいな、そうなんですよ、等身大のキャラクターなので、うんうん、そこがすごくいいかなと思います。そんなに飾らず、もう泥臭く頑張るような、はいはいはい、どうですか、こういう泥臭く頑張るキャラクターって林選手にはどう見えます？僕が泥臭く頑張るあのもう今もう僕のこと書いたなってそれぐらい共感した僕もともと漫画大好きなんで、うん、やっぱ本当にそういうストーリー性とか、うんうん、そのキャラクターのところに結構もう入り込むこと結構あって、うん、結構もうがっつり影響を受けるんで、うんうん、それこそ本当に定番ですけど、キャプテン翼なんていうのは、僕らの年代でもすごい流行ってて、なんなら必殺シュート的なの打てんのか、俺らはみたいなのは、もう子供の頃からやってた定番だったので、で、そういうのがないっていうシチュエーションじゃないですか、今のは。ああ、でも、ないからこそ、なんかその、他に出てくる努力だったりとか、もう鍛錬的なものっていうのは、僕らが見習えるとこなのかなっていうふうに思ってて、そういうところも参考にしながら漫画っていうのを見てるので、うん、はい、あのすごい楽しいプレゼンだったんです。ありがとうございます、はい、これ明日の女王 の書いた千葉哲也先生の弟さんが書いてるんですよ。で千葉三兄弟っつって3人漫画家なんだよね。そうなんだみんなだからそれぞれの違う熱い男たちを書いてるんですよ、うん、なんでその中で一番知的でどちらかって言ったら何だろう、繊細、うん、何のが一番、だから繊細な選手には向いてますと思います、はい、この中で一番自分が繊細だと思う人絶対上げてない人だ実際はどうなんだろうな。繊細ですよ僕は。僕も繊細ですね。もうなんか漫画を描くっていうのがなんか全く想像できないですけど、うん、自分からしたらなんかいきなりパッて浮かんでくるものなのか、なんかこれを描こうって決めてからいろんなとこに取材行ったりするのか、どうやって描いてるのかなっていうのはすごい気になって。はい、ありました。どうですか。僕なんか、まあ、人それぞれだと思うんですよね、うん、僕なんかは例えばこれ描きたいなっていうのがあって、意外と絵でそのシーンが浮かんだらその前後に肉付けをしていくみたいな、それの繰り返しみたいな、うん、僕なんか嫉妬ですね面白い映画とか見ると、くそ俺も、あ、でもそれはある、何でもそうだよね、うん、それはある、面白い漫画は危ない、うん、面白い漫画俺も描くってなるけど、そのまま描いたらパクリになっちゃうし、俺だったらこうするっていう風にこうやって、だからまあ多分すごい選手を見て憧れてサッカーやるのとすごい似てて、うん、あの漫画ってすごいその神様いっぱいいるから、うん、それを見て俺もなりたいなと思ってやるという、だから発想のまあ最初は
真似るとかパクるとかから始まる。でそれに肉付けして俺の体験をそこに足す、うん、俺だったらこうすればもっと面白くなるみたいな感じで全然違うものになってくるっていう感じになった。確かに確かに。だからゼロからじゃないんですよ、うん、パクってますはっきりおっしゃいましたみんながパクってます、うん、はい。今野選手もこう憧れとか目標としてた選手っていますか、少年時代とか。あ、もうあれです、あのメッシーずっと好きなんで同じような感じですよ。 YouTube とかで僕もめっちゃ動画見て真似したりしてたんで、多分感覚的にはそういうこと、うん、一緒一緒ですよね、全然一緒、ね、さあそれでは判定タイムに入りたいと思います。選手の皆さんはどちらに手を挙げるか決まりましたか？まだ悩んでる、ギリギリまで決まった、はい、決まりましたね、はい、さあそれでは、判定に参りたいと思います。それでは先生のお名前お呼びしますので皆様挙手でお願いします、はい、では、まずは山田先生のプレゼンが良かったと思う人、2票。では続いて北川先生のプレゼンが良かったと思う人、1票。さあということで、今回の勝負は山田先生のプレゼンの勝利です。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ山田先生いかがでしょう。あ、届いてよかったです。もうあの後輩の漫画なんてねちゃんと伝えてる、こっちは先輩だからいいですけどね、千葉先生は。でもまあそうですね、ワールドストーリーが伝わってほっとしました。ありがとうございます。はい、あのさっき一個だけねめっちゃ大事なこと言い忘れてて、あの作品ってバディモノなんですよ、言ってみれば。でサッカーってあのこれマラドーナが言ってたと思うんですけど、一番大事なのはしもべを作ることだってあの人言ってたんですけど、要は自分と誰が組んでるかっていうのがすごい重要だって話。いや僕サッカー漫画描いた時すごい印象に残ったのはそこなんですよね。でワールドトリガーは本当にバディが一つのテーマになってる、そのドラえもんが来てるんだと思うんですね。はい、これ言いたかったです、すいません言わせていただきました、はい、ありがとうございます、はい、でも皆さん多分、ね、あ皆さんにとってもこう心の中でなんかバディ的な方なんか思い浮かぶかなと思うんですけれども、ぜひそう思い浮かべながらワールドトリガー改めて読んでみたい、ね、読んでもらえたらなと思います。あ、さあということで改めてでは選考理由聞かせていただきましょうか。まずは今野選手。はい、サッカーに例えて、うん、結構あのプレゼンしてくれたんで、はい、なんかすごい興味持って見てみたいなと思ったのがあの選んだ理由で、まあ、多分戦術とかもなんかいろんなあのサッカーに置き換えてアイディアとかゲットできると思うのでちょっと見てみたいなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。僕もメッシ大好きですぜひこの選手のプレーもそうですね、はい、メッシに重ねて、はいはい、応援したいです。見てみてください。さて、はい、林選手も山田先生、はい、僕はですね、あのキャプテンで本当に悩んだのは、うん、キャプテンの話を聞いた時のその努力だったりひたむきさみたいなのは本当に僕のところと映るところがあって、うん、その昔の子供の時にこう無我夢中でやってたのを想像したりとかそういうのはすごいあったんですけど、うん、逆に言えば僕がそのこうスポーツじゃないところで例えられたところの内容が、うん、あそういう存在の人いるなとか、うん、あなんか国籍超えて言葉とかあんま分かんなかったのにこう繋がり合えた人がチームその時のチームメイトでなんか俺の私生活も助けてくれたなとか、うん、そういうなんか思い返しあった時にあのサッカーをの垣根を超えたあの関係性ができた時の方が思い出が深かったので、うん、これでちょっと先生のあの参考を受けた作品を選ばせてもらいました。はい、ありがとうございます。さあでは阿部選手は北川先生に登場されましたが、はい、そうですね、僕は北川先生の漫画に対する愛っていうのは、まあ、山田先生もすごい感じたんですけど、うん、より北川先生の方が感じたかなっていうのと、まあ、そのまあ漫画家さんでもそうやってまあ、漫画の主人公とかの言葉とか、同じ境遇があると思うんですけど、そういったことをもらって励みになるんだなっていうのも、まあ、漫画家さんでもそういうのあるんだなっていうのを感じれたのもすごい良かったですし、まあ愛がすごかったっていうのが一番の決め手ですすごいニコニコしながらね、はい、ということでね、熱量を受け取ったということで、はい、ありがとうございました。さあでは改めて先生お二人にも、山田先生今回の企画いかがでしたか。はい、直接ね、 J リーガー、現役の J リーガーと
話せたんだっていろいろ自慢したいですね。いろんな人にあのこれでね、なんかサッカー見るのも、おあいつが頑張ってもわがことになりますんで、応援したいです、これから。はい、はい、嬉しかったです。はい、ありがとうございます。北川先生、いかがでした？もうほぼ同じ意見ですね。次テレビ見るときは、その先の子があの時の楽しみが増えました。はい、またぜひね、スタジオにも先生に来てください。はい、そうですね、ぜひ、はい、させていただきます。ありがとうございます。はい、今回山田先生がご紹介してくださいましたワールドトリガーと、北川先生がご紹介してくださいましたキャプテンはめちゃコミックで読むことができます。今日のプレゼンを聞いて読みたいと思った方はぜひご利用してみてください。さあ、ということで今回はね、選手の3名、そして先生お二人、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで以上、 J リーガーが読むべきおすすめ漫画プレゼンバトルでした。ありがとうございました。ありがとうございました。